はい、皆さんこんにちは、週末です。皆さん漫画読んでますでしょうか？私はたくさん読んでおります。こちらですね、こちらは、呪術廻戦なんですけど、漫画を最近たくさん買ったので、今回その紹介動画になります。で、まず紹介するのはこちら。はい、皆さんね、言うまでもないと思うんですけど、呪術廻戦の16巻です。で、私は、集めていません。正直買ったのが15巻からです。15巻特典がついていて、アニメーターで、お、売ってんじゃんみたいな感じでね、気がついて買ってました。はい。ので、これからぼちぼち集めていけたらと思います。アニメでやった部分の先をね、見たいっていう気持ちもあるんですけど、またアニメ化してね、どんどんアニメで追いかけたいっていう気持ちもあるので、なかなか読めずにいます。漫画で見ちゃうと結末が分かっちゃうので、自分そういうのがあんまりね、先見ちゃうとアニメ見なくなっちゃうんですよ。そういう意味では、あんまり、はい、てかもう表紙ネタバレっぽいですけどね。はい。で、まず呪術廻戦の16巻買いました。はい、続いてこちら。はい、怪獣8号です。すごいですね、もうなんかたくさん売れてるみたいで、すごいです。怪獣級に売れてるみたいな、そんな感じのやつが書いてあったかな。ジャンププラス市場ね、特典付きですね。で、僕ジャンププラスで読んでるんですけど、ちょこちょこ最初の方だけ、まだ全部読めてません。3巻です。主人公ですね。で、ヒロイン、主人公の幼馴染みたいなね、怪獣と戦う話です。で、その主人公が怪獣になってしまったんですけど、その力を使ってね、なんか仲間助けるみたいな感じだったと思います。本当に序盤しか見てないんで、まだね、まだです。はい、続いてこちら、花園さんちの双子ちゃんの2巻ですね。1巻が帯付けバスは持ってなくて、2巻先に買いました。今4巻まで出てたのかな。ちょっとね、最近売り切ればっかの店でいろいろ探してるんですよね。初版を求めてます。で、双子、全部読んでないから、紹介も何もないんですけど、双子ちゃんのヒロインです。ね。で、ギャルの子と、ちょっと清楚系のね、子って感じで、これは僕、マガポケで読んでるんですけど、めちゃくちゃ面白いです。なんかギャルゲーやってる気分になります。同じ人を好きになっちゃいましたって。またね、主人公が鈍感系だけど、主人公はこっちの子の方が好きなんですよ。で、この二人は主人公のこと好きなんですけど、そう。これね、幼い頃の姿で。で、マガポケには載ってないこのおまけ漫画とかも載ってたりするんで、これはおすすめです。はい。続いてこちら、同じマガジンの漫画ですね。最近?ちょっと前ですかね。発売者の。女神のカフェテラス。で、こちらはですね、こちらも5人のヒロインがいまして、主人公と別にイチャイチャするってわけじゃないんですけど、カフェを経営して、ちょっとドキドキみたいな感じです。で、全員がメインヒロインですね。はい、こちら裏に載ってます。はい、漫画で最初は、マガジンで読んでたんですけど、単行本で読みたいから、最近は僕は単行本で読むために雑誌の方は止まってます。で、この子が一番好きです。あかねちゃんだったかな。あかねちゃんじゃなかったらすいません、ちょっと漢字が難しくて、大花とかね、あかねだったと思います。あかねだったと思います。はい、この子はアミってことは覚えてます。はい。です。面白いです。風花とかね、僕、君のいる街とか集めてたので、ヒットマンだけ唯一その集めてなかったっていうか、もう、ね、漫画から一時離れた時があったので、集められてません。はい。どんどんいきます。次、こちら。恋か魔法かわからない。これもマガジンで連載中です。で、今2巻まで発売してるので、初版で集めるなら今がチャンスです。001ね。で、主人公、異能者、魔法学園での、ラブコメって感じなんです。はい、主人公が、魔法が今まで使えなかったんですよ。その頑張ってたけど、なぜか魔法が発現せず、で、チャームっていう人をなんか魅了する力が発現されて、それを危険視されてしまうんですけど、周りの女の子たちも助けてくれて、主人公もその力を使いこなそうとみたいな感じだと思います。これもちゃんと読んでません。ちゃんと読んでないから漫画買ってるのもあるんですけどね。はい、続きましてこちら。はい、知ってる方も多いと思うんですが、ツイッターとかでね、ある月曜日のタワワです。ラブコメっていうわけじゃないんですけど、ちょっとね、月曜日ね、週明けにちょっと憂鬱な方たちが、はぁーって感じで、ね、癒されるための漫画です。かっこ偏見。はい。で、同時発売ででっかいなんか青版っていうのも発売してるんですけど、こっちは僕買ってません。内容は同じらしいです。はい、ベラベラ喋ってるのがなんかすごい嫌です、自分でね。はい、
こんな感じですね。アニメ化も確かでされてました。これは僕読みました。ネットで。アプリで。はい。これもマガジンだったかな？ヤングマガジンと書いてありますね。買う気はなかったんですよ、正直。でも初版でから買っちゃいました。はい。続いてこちら。これはですね、まあ買った場所が違うんですけど、メロンブックスで。多分、この子たちはアニメイトとかで買った記憶があります。これメロンブックスで買いました。リーフレットス、あ、裏だったな。はい、妹の方が、私の方がお姉ちゃんより可愛いですよの2巻です。リーフレットが付いてたので買いました。いいですよ、これは。1巻も買ってまだ紹介できてないんですけど、なんだろう、まだ全部読めてないんですよ。でも、素晴らしいです。ね。はい、今夜は寝かせませんよ。ネタバレですね。はい。そしてこちら。はい、こういうのがいい。これも、アプリ？ネット？隣のヤングマガジンじゃないな。なんだっけ？隣の、なんかワンパンマンとかと同じところで掲載されてた気がします。ネット上のね。特典付きです。まあ、大人のラブコメ、ラブ？大人の恋愛？ちょっとリアルを追求して、大人はこんな感じだよ、みたいな。したい時にしたいことをしたい人と、ね、です。はい。こんな感じで、主人公とヒロインです。はい。フリーダムな書き下ろし、おまけ漫画収録。です。Amazon とかの評価も高いみたいです。はい。そしてこちらですね。はい、スパイファミリーの7巻です。これも僕1巻から6巻持ってるんですけど読んでません。読めてません。すいません。読みます。頑張って読みます。Twitter とかの広告でね、ちょっと前あったけど最近はあんまり見ないのかな。どんどん早口になってます。はい。見ませんね。です。スパイファミリーの話です。スパイファミリーですってか。はい。スパイファミリー7巻ね、特典付きで。黄昏ついにターゲットと接触。ちょっと黄昏が誰かわかんないんですけど、1000万部突破ね。です。いいですね。面白そうですけど、なんか、思い越しが持ち上がらなくて読めてません。読みます。はい。そして、まず最後ですね。こちら。これはね、超おすすめです。僕、もう、ね、作者の方が、ネットってか、ツイッターとかで、ね、白沢先生って方なんですけど、あげてくれてるので、ちょこちょこ見てるんですけど、ね、水木先輩の恋占い。これ僕2巻買いました。2冊ね、1巻を。で、これ特典がついてます。コミックジンで買いましたね。で、もう1冊はメロンボックスでちょっと今この場にないんですけど、リーフレット付きで買いました。で、2人が結ばれる確率 100%。ラブコメです。これも。ラブコメ大好きなんでね。ベタベタするってものじゃないんですけど、ドキドキします。で、まあ先輩と後輩。ってことですけど、年下なんですよ。この先輩の方が。確か。はい。で、先輩は、ね、未来予知って占いで、いろんな未来がわかるみたいな。で、主人公が、まあちょっとそれに振り回されるけど、主人公もたまにね、先輩から買ったりみたいな話です。いや、もうね、いいですよ。いいです。はい。漫画だとね、白だったので、髪の毛をね、銀髪とかと僕、思ってたんですよ。こんな感じで。表紙見たら茶髪ってか金髪に近いんでちょっとびっくりしました。はい。以上です。で、この中のおすすめってかもう全部おすすめなんですけど、そうですね。まあ、これです。カリンチ推しは。花園さんちの双子ちゃんは、まあ、ね、あれですよ。大ブレイクって言っちゃあれですけど、これからすごい話題になっていくと思うので、今のうちに集めておいた方がいいと思います。すごいです。はい。まあ、呪術廻戦とかね、大人気ですけど、まあ、まだいっぱい書店にはあると思うんですけど、逆にね、今しか集められないのもあると思うので、集めてみてください。はい。では、以上で、ちょっとこれ書くでしょう。はい。皆さんも漫画を買ってね、しっかり読みましょう。僕はまだ読めてません。はい。では、紹介を終わります。紹介？戦利品報告でした。はい。ありがとうございます。